はい、こんにちは、タカです。モノマスターの6月号、今回はね、なんか付録で万年筆と筆ペン、1200円です。これ特別ギフト、ランバンコレクション、ということで、発売は4月25日、今日発売なのかなと思いますが、はい、早速見てみましょう。万年筆&筆ペンということで、はい、このランバンコレクション、万年筆と筆ペン2本セットで、万年筆用のカートリッジが2本で、筆ペン用は1本だそうです。ああ、これね、筆ペン字練習帳なんかもついてるんですよね。これが筆ペンかな。お、筆ペンです。はい、こんな感じ。で、万年筆が黒。よくある付録万年筆と同じ感じかなと思いますけどね。16って書いてます。で、カートリッジ、万年筆の方は普通にヨーロッパ規格ですね。で、これ筆ペン用のカートリッジ、これはどうなんだろう。サイズ的にはヨーロッパ規格と同じ感じなんですよね。中のインクが違うのかなっていう感じはするんですけど、これね、なんか万年筆のインクとか使えちゃったりしないの？これ使ってもいいかな？どうでしょう？どう思いますか？よし、とりあえずこっちの万年筆にはカートリッジ、付属のカートリッジを挿したいと思います。あ、ちょっと待ってよ。なんかね、同じ感じには見えますけどね。はい、うわ、結構きつい。あれ、ちょっと ちょっとね、まさかの感じなんだけど、すごいサイズ的に、このね、カートリッジのここが結構太くて引っかかる。ここで引っかかる。で、さらに刺せばちょっとスコッて抜けてね、通り過ぎてくれるんだけど、これはどうなの？ちょっと作り的にどうなのって感じでしたね。
うん、なるほど。はい、とりあえず装着しました。なんかこの形の付録って今まであったかな、なんかあんまり記憶にないけど、うん。で、例えばこの、うん、はまるね。これあの中華コンバーターですけど、ぴったりはまります。まあ長さ的に、ダメか。いけた。いけました。長さ的に中華コンバーターいけました。どうしよう。この付属のカートリッジ使ってもいいんだけど、せっかくだから万年筆のねインク入れてみたいよね。ちょっと入れちゃおっかな。うん、ちょっと何色入れるか迷うけど、江戸紫とか、色しずくの江戸紫とかちょっと入れちゃおっかな。よし、いっちゃおう。江戸紫を入れてしまいました。はい、とりあえず2つ入れ終わりました。まあ、こっちはねもう少し時間かかるかもしんないんで、筆ペンから先に使ってみたいと思います。ちなみにこの筆ペンの場合ね、このキャップの内側にちょっとこの筆がねつく場合もありそうなんで、というかある、うん、ので、しかもこうキャップの後ろ、キャップの後ろじゃないや、軸の後ろにこのキャップはねなんかしっくりこないですね。うん、はい。で結構白だと汚れるかも。うん、ちょっと令和って書こうと思ったけどダメだった、失敗した。うん、普通にいい。あのね、江戸紫、黒よりもまあ黒の筆ペンは僕まあ今持ってるし、うん、こういういいね。ちょっとペン先がボサッとなりやすいかな。これはインクのせいであれかな、まとまりがあれなのかな、どうなんだろう。うん、ちょっとわかんないですけど、
うん、いいんじゃないでしょうか。太いなここ。うん、はい、書き心地は、うん、まあ以前紹介した万年筆のインクが使える筆ペン、アリエクスプレスで買ったやつ、あれとまあまあ似たような感じですね、うん、さてじゃあ万年筆の方、あ、 OK です、出ましたね。うん、特に引っかかりもなく、うん、普通に書きやすいです。うん、変にこう引っかかりはないですね。ちょっとトモエリバーで書いてみます。いや、 やっぱりね、僕はトモエリバーの、もうなんかトモエリバーから離れられない離れられないというか、こう万年筆、僕の中ではですけどね、こっちがね、トモエリバーって万年筆にほんといい、ほんといいなって思いますね。いいなぁ。うん。
うん、トモエリバーを使うと大抵の万年筆はねもうストレスなく書けると思うんですよねっていうぐらいすごい相性がいい。うん、相性、うん、まあ紙の薄さはねトモエリバーってすごい薄いんだけど、まあ最近若干厚手のトモエリバーも出たけどそれでもまあ薄いんだけどね、うん、だもう少し厚手のトモエリバーが出たらもう最強じゃないかなって僕は思いますけどね。はい、とりあえずこれざっと書いてみただけですけど、うん、ちょっとペン先ボサッと感じるけどでもいいです、そんなに、うん、まあそこまでこうなんか大事なものを書くときに使わないだろうなっていう感じですけど、うん、まあ、普通に書き心地は悪くないんで。うん、はい、というわけで、とりあえず書いてみました。モノマスターの6月号1200円、万年筆と筆ペン、筆ペンの方にはもうカートリッジ使ってね、色雫入れちゃいましたけど、うん、それでも OK です。まあ使い方は人それぞれですからね、うん、こういうのもありだと思います。書き心地はねとりあえず問題なし、全然 OK でした。あとはインクの乾きですけどね、まあインクの乾きはそんなに期待はしてないんですけど、うん、初めての万年筆だったらこういうので試すのは僕はもうすごくありだと思うん でこういうので万年筆知って、他のね万年筆を買っていくっていうのでも、うん、いいんじゃないかなと思います。で今回筆ペンもついてるから若干雑誌としては1200円だから高い気もしますけどね、うん、まあ2本ついてるからこの値段でもいいのかなぐらいでしょうかね。はい、個人的にはこの黒い方よりも白いこのデザインの方が好きです。まあもうちょっと遊んでみようと思います。